どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はドラえもんです。ドラえもんの映画、のび太の月面探査機、のび太の月面探査機の主題歌になっている平井大さんの The Gift。この曲を。このちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。はい。あらゆる世代でお父さんお母さん子供と一緒に歌おう。はい。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単に弾けるようにしたガズレレオリジナル超簡単バージョン。やって後半はかっこいいバージョン。しかもこの曲はちょっとリズムがね、シンコペーションっていう食い込んでくるリズムの応酬なんで、その辺をちょっと楽しみながら、脳トレ的要素も加えながら、やってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで今歌いたい曲、ドラえもんのあの映画の曲歌いたいよっていう時に、歌いましょう。でもカラオケとか CD 聴いて一緒に歌うのもいいけど、楽器と一緒に弾いて歌う。この弾き語りっていうのはね、もうすっごい楽しいんですよ。で、キッズもね、ちょっと頑張ったらできますからね。で、お父さんお母さんももうすぐ弾けるようになるプロジェクトじゃない、プログラムがですね、このガズレレ YouTube チャンネルです。この今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、動画と合わせてウクレレ触ってるだけで、いろいろな曲が弾けるようになりますから。この曲はちょっと最初には難しいかもしれないけど、今からここにリンクあります。このリンク先でまず基本を習ってもらうと、できるようになりますから。で今からここのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番の通りにで動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐできるようになります。これね、親子でね、同じこう、なんていうのかな、課題に取り組むってこともすごくおすすめですから、お父さんお母さんもね、ぜひウクレレ始めてみてください。ほんと楽しいからね。で、他の楽器はね、やっぱ難しいんですよ、ギターとかピアノっていうのは。ウクレレはね、簡単です。弦4本しかないし、ちっちゃいからお子さんのね、体にぴったり。で、しかも、奥もものすごく深いんですよ。だからずっと続けられる、もうめちゃくちゃいい、まあ趣味というかパートナーになること間違いなしですんで。ぜひ始めてください。じゃあ、ここのリンク行ってください。初心者です、ここ。行ってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。そこには私がすでに今まで取りためた700曲ぐらいのありとあらゆる音楽が簡単ウクレレレッスン動画としてアップロードされております。もちろんアニメソングもちろんたくさんあります。映画の曲はありますよ。最新 J-POP から夏メロから昭和歌謡曲から演歌から洋楽もある。ハワイアンもちろんあります。あらゆる動画をウクレレで簡単に解説しています。はい。さっきのリンク先の下の方に行くといろんなジャンルに分かれて検索もできますので見に行ってください。じゃあ行きましょう。早速、平井大さんの The Gift。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみる。
ザ・ギフト平井大さんの曲、ドラえもんのテーマやってみました。まずはシンプル簡単バージョンやってみました。もちろん今聴いていただいて分かったように、ガズレレ流ショートカットバージョンで、一番のサビまでやって終わった。最後ちょっとエンディングつけたというニュアンスやっております。フルでやりたい方は2番とか歌詞を書き出していってほしいんですけど、動画とね、一緒に合わせてもらった後は、自分でノートに書いてそれを演奏するのをお勧めしています。で、まあこれで、こういう感じで2番も書き出していくといいかなということで、これを見ながらちょっと進めていきましょう。はい。で、これイントロですね。はい。で、ここから A メロなんですけど、これね、なかなかやっぱりこの平井大さん独特の平井大さんの世界観、まあ、洋楽のようにこう日本語を扱うというか、言葉の乗せ方とか言葉を切り替えるタイミングがすごく独特で面白いんですよ。そういうのをちょっとね、味わってもらえると、またさらにね、違う面白みが出てくると思います。まあ、一時停止してメモってください。この辺まで。どうぞ。はい。いいですかね。テロップともちょっと答え合わせしながらね。じゃあ次この辺かな。はい、どうぞ。ここはサビの前のところですね。で、まぁ、あ、ちょっと気づいたかと、これよくここに、こういうの書いてあるでしょ。これで、ね、矢印ですからね、これ矢印。矢印っていうのは後で解説しますけど、シンコペーション、さっきも言ったんですけど、この曲シンコペーションの応酬なんで。はい、その辺後で解説します。かっこいいバージョンで。はい、ここでもうラスト。こんな感じかな。はい。サビでね、これね、ちょっと見慣れないコード出てきちゃうんだけど、Gm。これだけ今日キーポイントになるコードです。後で解説します。まぁ、あ、ひとまずこれ一時停止してメモってください。いいかな。ほいっす。じゃあ出てくるコードザザッといきますよ。C、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。ここまではもうガズレレ必須コードです。それに付随する、まあおまけコードで、A7 と C7 が入りますね。A7 と C7 っていうのは、まあ指一本コードなんで、これもほとんどもうこの、今出てるこの10個はですね、まあガズレレ必須コードというグループ。はい、これです。いつも出てきます。これね、10個、コード10個も覚えなきゃいけないんだなんて思わないでください。これはですね、このガズレレ必須コードっていうのはですね、8個のコードのグループなんです。この8個のコードだけ覚えておけば、ひとまずウクレレで音楽デビューをした方は、大変助かることになります。必須って書いてあるでしょ？必須ってことはもうなるべく覚えてくださいということ。10個とか8個とか言ってるんですけど、例えば C というコードはこれ1本指だけ。C、Am というコードはこれ1本指だけ。こういう風に覚えていくんですよ。で、以前この8個のコードをめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここに貼っておきます。ここのリンク先で、コードを覚えてください。必須コードを覚えてください。じゃあどんどん行きましょう。今日、さっきも言ったんです。1個だけどうしても逃げられない。この響き欲しいんですよ。サビで出てくるんですけど、これ Gm っていうコードですけどね。Gm。ちょっとやってみましょう。解説しましょう。押さえる場所行きますよ。ここと、ここと、ここです。こういう風に押さえる。か、あるいは私は小指で押さえてもいいですね、ここ。どっちでもいいです。はい。この Gm、ちょっとね、癖があるんですけど、まあ、握って押さえてもいいし、こう、親指、この親指の位置とか、手首のこの角度が結構いろいろ大事で、押さえづらいと思ったら、この親指の位置を変えてみるのがおすすめですね。ちょっと探りながら Gm、なんとかサビの中でやってみてください。はい。で、次。このマークだ。はい。矢印マークがいっぱい書いてあるんで、矢印マーク。これちょっと、ね、なんかちょっとこう矢印見えないかもしれないけど、すいませんね、これ。これ矢印なんですよ。いっぱい書いてあるでしょ、矢印。はい。このマーク。動画内のテロップではこれにします。これはですね、どういうことかというと、リズムが前にドーンと入ってくるんですよ。シンコペーションというリズムで。例えばですね、最初の A メロの一番始まり、聞こえるよんとかやってます。ワン、ツー、スリー、フォー。聞こえるよん。こんな感じ。じゃんじゃん。アップで変わる。アップで変わる。はい。ここはね、応酬なんですよね、A メロのところは。まずじゃあ、C と G7 のブロックをちょっと繰り返してやってみましょう。こうです。じゃんじゃん。はい、C から G7 こういう風に本来だったらジャンジャガジャンジャカだけど矢印が入ってシンコペーションになってるからジャンジャアップで変わる。こういうのが応酬になります。じゃあもうちょっと足して A メロの聞こえるよのところをやると C と G7 の次 Am の矢印ついてて A7 はついてないじゃないですかね。ここちょっとやってみますよ。アップで G7 やって Am ナンバーアップで A7 は普通なんですよ。もう一回いきます。聞こえるよ、こんな感じ。じゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃん。はい。最後の A7 の前には矢印がついてないから、そこは食い込まないってことです。これを見分けながらやってください。これ全編にわたっていっぱい入ってきますんで、要注意です。はい。あとはですね、一箇所、決めというか、最後の、This is a gift of the moon。ここのところ、これね、
つたたつたみたいな感じでやってますね。ここしかもシンコペーションの後のつたたつた、ここだけちょっとやってみましょうかね。そして奇跡は信じるものだけに置く、ここですよね。シンコペーションからの決め、もう一回送られるもの This is a bit the moon、 分かった、ツタタンツタン送られるもの、ツタタンツタン、はい、ここちょっと決めてみました。ちょっと難しかったら普通に弾いちゃっても構わないと思うんですけど、これちょっとだけね、おかずというか、はい、やってみましょう。決めを入れてみましょう。はい。あとは、やっぱり歌い回しと、こう、全体のグルーヴ感、ゆったりした。これね、あ、そうだ。全体的なリズムを言ってなかったな。これはね、リズムは、8ビートのチャです。なんだけれども、ファンキーで、ちょっと、晴れてるっていうかね、ちょっとファンキーな8ビートなんで、ゆったりしたやつ。これ、聞こえるよ、ゆったりした8ビートのチャってなかなかないんですけど、はい、8ビート。8ビートのチャのやり方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという弾き方をやってみてください。すごくゆったりしてますから、この曲は。ちょっと普段の感じとは違いますけれども、8ビートができるようになってから、次に8ビートのチャとやってくださいね。順番がありますね。はい。じゃあ、こんなこと含む前ながら、ザ・ギフト・ドラえもんの曲、平井大さんの曲、かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、Oh, then, 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 then,
こっちも同じように深めて深めて、いろんなこと、みんなの知りたいこと、どうなってんだろうこの手の動きは、もう何でも聞いてください。質問用意しておいてくださいね。3月30日と3月31日は、ガズレレイベント、三重と、静岡県浜松市で開催。来てね、お一人様も大歓迎です。で、いろんな本出してます、ガズレレではです。でね、この、なんと最新情報としては、この、簡単クレレ、これ、リットミュージック社様から出てるんですけど、このリットミュージックから、なんと、今年の5月30日に、ガズレレ、あ、ウクレレソングブック、100曲入りが出ます。ね、こんな感じの書き方で、こういう感じの楽譜で、もう、ブワーっと100曲、洋楽も入りますから。で、アマゾンで予約開始されました。はい。ちょっとそのことについて、ここ、リンク貼っておきますので、これもね、お楽しみにしてくださいね。よろしくお願いします。はい。あとはいろんな本出してます。はい、こっち、ドン！まずはこれ、主婦の友社から出ている、ガズのいいこと言ってる本。これも必見ですよ。私がどんなことを考えて音楽に向かってるか、楽しい人生のマニアになってるかってことが分かります。はい、こっち、今も紹介したこれだ。これ、この本ね、この本もいいですよ。はい、これもね。はい、で、こっちは、ガズレレ歌本シリーズもボリューム5です。はい、どんどん、これからもいろんなこと楽しいことやっていきます。ガズさん、CD も出してるんでね、レッツゴーサイト。これ CD なんです。はい、こっち。かっこいい版と、練習版の CD。これがね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで、CD。お願いいたします。はい、リアルイベントで参りましょうね。今回はこれで終わろうと思います。皆さん、楽しく音楽、やってる人は楽しくなるから誰かに教えてあげてください。それでは、ガズレレ、さようなら、またね、チャオ。